よ。綺麗にいったアンダーコーティングCSM ですこういう感じがかっこいいな。首外れたー。ネギラガスぐらい危険です。北斗改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはてーん、この間ショートでも出しましたガッチャートルネード。いやいや、わかるわかる、これやろこれやろ、これはちょっと一旦置いとかしてくれ。なんせ失敗したからさ、一回忘れてこっちの成功体験を得るっていうことが今の僕に必要なんです。いや、しかしオレンジやな、すごいな、いい色味やわ。だからこっちでドカーンと大成功かましてからこっち行きます。この間コミュニティ欄でワンネスたちにアンケートをお願いしました。これ改造するならどっちっつって、でっかくするか、こういうナーフっていう銃と組み合わせてこれを大胆に銃にしちゃうかっていう。いや、初めてアンケート取ってみたんですけど、面白いもんですね。1500票ぐらいいただきまして、 88% 対 12% で圧倒的にでっかくするっていうのになりました。これやってよかったよ。だって俺普通にナーフと組み合わせて銃にしたいと思ってたんだから。やっぱ圧倒的多数があのでかいやつが欲しいんよね。いやもうね、ワンネスたちね、最高、めっちゃいいと思う、その感覚。やっぱでかいのがいいって。上空からこれでね、うわーっつってガーンってやる感じ、あれがかっこいいのよ。やっぱりデイブレイクさんの正体もこの間の本編でもう割れまして、いやーそういうことやったよね、さすが俺っていうね。あー、あの一言で伝えてくる感じがね、俺大好き。皆まで言うなと、もうその一言で全部察してくれよっていうね。いいよね、未来でもこれをガンガン使ってるっていうことも分かりましたからね。アンケートの結果通り、私パウチ今回これをでっかくします。今回の動画も最後までよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、はい、今すぐチャンスです。今回は前編シンプルにくっつけるだけでこんなにもかっこよくなるんだぜっていうところを見ていただきたい。でかい武器、いやでかいロマンだ。改造スタート。さーて、じゃあ始めますか。前回ね、複雑なことしすぎて失敗したっていうのがあるから、今回はできるだけ簡単改造でいきたいわけで、ここのギミックはもうこのまま大きさ変えず、持ち手とこの矢印パーツね、これね、でっかくしていきますが、劇中と比較するとここがまず薄すぎるのとここが短すぎるっていうね、これを解決していかないといけないです。で、まあコスプレボードとか木材を使ってこのままでっかくするでもいいんだけど、素晴らしい技術を持ったコスプレ造形の方たちいっぱいいらっしゃいますから、その方たちにそれは任せるとして、僕は僕なりの、つまりね、バルファラッシャーの時みたいなやり方でいこうと思います。いろんなアイテムを組み合わせることがやっぱり錬金術っぽいしロマンでもあるんですよね。で、どうするかというと、これも先日ショート動画を出しまして、まあみんなやっぱりこれ好きよね、いただき怪盗ルパンソード。これをここにガコンってやるとね、かなり長いでしょ。これで多分ね、劇中サイズぐらいは稼げてると思うんですよ。で、この先にこの矢印となるものをね、もっとでっかくつけるんですけど、矢印はまた考えるとして、まあこれをここにくっつけて長くしようかなと思います。ちなみに今机の上見るとこんな感じなかなかええ具合やろ。机の上散らかるとなんか嬉しくなるよね、うわーってなるよね。でも散らかしたら片付けようね。いやー、どうしたもんかな、ここの奥までこうグッと刺してしまった方がいいのかな。でもバランスとしてはこの辺でつないで、こういう感じがかっこいいなと思うよね。ちょうどじゃあこのカクンってなってるここ、ここにしようか。よし、じゃあアンダーコーティング。煙がすごくて見えないけど、溶かし削ってます。いやー、これニッパーの方が良かったっぽいな。ニッパーで整えてブチ。あ、いや、これ今更やけど、こっちに溝掘ってガポンってやる方が良かったな。その方が安定したな。あー、やってもた絶対そっちの方が良かった。よし、じゃあ下はそうしよう。下はここ真ん中くぼみ入れて。いや、これね、ショートでも言いましたけど、ルパンソードかなりいいですから、中古屋で見つけたら買いですよ。音も鳴らないし光らないなんだけど、なんか触っちゃうの。溝掘って正解、ガッチリ安定。だから上もやっぱりやりたい。いや、この上は多分今からでも遅くないぞ。これ溝掘ろう。いいね、いいね、いいね。あとはビス止めや。ビスの通り道を上と下にまず開けてから2箇所ビス止めしていく。よし、伸びた。やっぱ軟質素材だからこうなるよね、こうなるよね。これを止めるために何かしらのパーツをここに貼るんだけど、それは後回しで、反対側はさっきの失敗から学んだことを生かして、もうここは切らずに最初からこっちに溝を掘るっていうので、まあそれぐらいの違いかな。で、くっついたのがこちら。ドスン。はい、こうなりました。長くなりましたね。だいぶ印象変わりましたね。 YouTube
YouTube のストアっていうところで公式グッズショップやってます。色もサイズも選べるからよろしくよろしく。じゃあ次はここパーツをくっつけて安定させましょう。はい、ちょっと適当っちゃ適当なんですけど、この辺のパーツがいいかなと思って取ってきました。まあ、これはもう大好きなガシャコンスパローのパーツですね。これこの辺にはめられたらいいなぁと思います。まず一つね。でもう一つ、これがねカーマンさんの改造の時に使ったやつなんですけど、これもいい。あ、これいいなぁ。これやなもう直感でこれ決定やわ多分。よし、じゃあこれ貼り付けよう。まずここビス止め、よし。首外れたー、急いで対策します。首の下からビス打ちして、ルパンソードともビスで連結。よっしゃー、よし、これで固定。あー、うわー、どうしためちゃくちゃ曲がってる。どうしようかな、こんな曲がる。ちょっと抜いて解決すんの焦ると変な笑い出るよねちょっと待って、これは思いっきりミスったかもしれん。角度整えてもう一回ビス打ち行こう。頼む。いけるか。いったな。オッケー。バチーン。まっすぐやろ。まっすぐやろまっすぐやんな。なんとかなりましたー。あー、ガチャ。よし、こっちなんですけど、この持ち手にね、もうこれもね、ちょっと聞いてください。理由があるんです。これ僕が持つとデラックスに見えるかもしれないが、CSM です。恐ろしいこと言ってるよね。わかるよ。ちょっと説明させてよ。あのね、発売当時ですよ。届いてすぐに音量ブーストをしようと思ったの。その時はまだこのチャンネルやってない。頑張って音量ブーストやったんだけど、まあ結論から言うと失敗したんですね。でもなんとか復活させたいという思いで、ここの蓋を取ったところに穴を開けて基板が見えるようにしてあります。で、ここを、なんでかわからんけど、ここ触ると、あれ？ああ、もうこれもダメになったか。いやー、そうか。これでね、電源は一応入ってたんですよ。ピッパッつって。でも一回変身するとまた切って、ここ蓋開けて、また挟まないとダメっていう。まあそういう状況に追い込んでしまったんですね。若き日のパウチが。ダーン。音量ブーストに挑戦いたしました、今回。もうね、潔く最初に言っちゃう。音量ブースト、失敗でした。絶対にやるな。これ今回の教訓でした。これもう猛省しました。本当に。CSM の音量ブーストはもう絶対にやらないっていう風に決意をしました。だから僕にとっては大きな学びでしたけど、この事実を聞いて気分を害された方、本当にごめんなさい。で、これを潰しちゃったので、何か活かしたいなと思ってずっと考えてました。そんな時に今回の改造で使えるなというひらめきを得ました。これはもう使うしかない。で、ショートで熱く語ったここの凹みね、この美しさ。ここをちょっと消してしまうことになるんだけども、この上にドカーンと配置したいなと思います。だからこれもう覚悟決めて分解します。戻すつもりはありません。これはね、本当にね、若気の至りと言っていいのかな。それで片付けちゃダメなぐらい大きな出来事でした、僕にとっては。キバットベルトを溶かしたってこともありましたしね。 CSM はいじるな。これ僕が身をもって体験したことを皆さんに伝えてますので間違いはないです。よし、中全部外して空っぽにします。見とけ CSM の中身、これがデルタフォンの中身だ。なかなか見る機会ないでしょう。こうなってます。これだけ単品売りで何千円かで売ってたら後々買いたいなとは思ってるけどね。ざっくり見せるとこんな感じのイメージ図なんだけど、ここがやっぱり邪魔になるので一回分解してこの辺を削ってみます。開けてみると、ここが繋がってるだけね。大丈夫ね。ここバスッといっちゃおう。で、あとこう指が入るように、この辺を削ればいいんだよな。ここはさすがに、ハンダゴッティング煙でほとんど見えないけど、削ってニッパーで整えてます。今立ち上ってた白いガスは、ネギュラガスぐらい危険ですから、皆さんはハンダゴッティングで溶かさないでください。いらないとこ削ってつけてみる。おー、こうやってここのトリガーを隠すっていうのも、なんかおしゃれよね。うわ、いいな、めっちゃいいな。で、微妙にここの凹みが見えるっていう。ちょっと削ろう。うわー、綺麗、まとまった、めっちゃ綺麗。デルタが前の持ち手に僕の小指まで入るスペースを作りました。よし、じゃあグルーガンだ。ブリブリにつけて、でビタッと、ここでしょ。これでまっすぐにはならないのか。後ろもなんかいるか。わかった、ここもなんかいる。で、ここ持つからな。自分で持つから、あんまりでっかくはできないよね。やっぱできるだけフラットな板をなんかこうポンと効率よく乗せる必要があるよね。なんかこんなんがあった。おー、あ、綺麗これいつ塗装したやつかな。もうめちゃくちゃ前やな。合ってたらおもろいなって乗せてみるとこれやりすぎかな。いや、でも何の邪魔にもならへんしな。これでいこう。ちょっと面白いやん、これ裏にあるの。普段は見えないからね。スピーカーも邪魔しないし。うわ、これベストなんじゃないの。すげえな、こんなことあるんや。
しゃー、ざーん、よーし、綺麗にいった。よっしゃー、結構完成に近づいてる。うん、かなりいい感じやけど、これ今何分ぐらいになってんねろ。ちょっと心配になってきたから、一回ここでやめて編集してくる。さあ行くぜ。はい、ここまで編集して戻ってきました。ちょうど10分ぐらい、いい感してるね。ということで前編ここまで、続きは後編、次回。皆さんチャンネル登録して待っててください。ちょっとワンネスたちに相談なんだけど、次回ここの矢印パーツとしてこんな感じで行ったらどうかなと思ってるんです。でも唐突に恐竜っていうのがね、ちょっとやっぱ僕引っかかってて、ここにこれが来る理由付けありますか、設定として。まあ色は多分オレンジ色に塗ると思います。オレンジと赤のグラデーションとかね、炎を意識したカラーリングにしていきたいなと思ってるんですけど、あと理由だけなのよ。もちろん持ち手とブレードは取るよ、取るんだけど、ここに恐竜デザインがあってもおかしくないような理由付け、これをぜひコメントで僕に教えてほしい。で、余る予定のブレードはまあこの辺にこんな感じで、うわ、もうこれ以上見せられないんだけど、まあこんな使い方しようかなというところです。あともうちょっと装飾もいろいろしてね、次回完成まで持っていきますので、また見てください。あと YouTube のストアっていうところで公式グッズのお店やってますんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。風邪ひくなよ、ワンネスワンネース。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。